TGV-001 はフランス国鉄 TGV の最初の試験車である。1972年にアルストムで落成し、同年から1978年まで走行試験が実施された。編成は両端2両の電気式、ガスタービン動力車と中間3両の付随車で構成され、時速 250km から時速 318km の速度記録を樹立した。 本形式は SNCF が実施していた高速鉄道計画に伴う膨大な研究計画の一環として試作された。この計画は駆動、挙動、原則、空力等すべての技術領域を網羅していた。当初は試作車2本が製造される予定だったが、実際には1本のみ製造された。未成に終わった2本目は振り越し機車両として計画されていたが、 技術的混乱のために製造が中止された。本形式はすでに1967年試作の TGS を経て1970年により Eaton RTG とターボトレインを営業運転に投入していた SNCF にとってもこれまでの車両とは根本的に異なるものであった。軽量車体で高出力の動力を搭載する。 設計コンセプトは、後の TGV 量産車にも受け継がれている。中間付随車は連接車として設計され、各車両間は、大写真さら上の連結器で接続されていた。この構造は、曲線通過の時、傾きを減らすことが可能である。機関部には、出力 3760kW トの TUAMO ト FIG と 4400kW トの TUAMO ト X がそれぞれ搭載されて、 試験を実施されており、前車では最高時速 280km、後車では最高時速 300km での運転を計画していた。いずれも航空機メーカーであるシュド・アビアシオンが自社製、軍用ヘリコプターであるシュペルフルロン用として開発したカスタービムエンジンを転用したものである。このエンジンの出力回転軸を発電機に接続し、発電した電力で台車部に装着された。 主電動機を駆動させる内外装のデザインはイギリス出身のインダストリアルデザイナーであるジャック・クーパーが手掛けている車体塗装はオレンジ位置に窓周りにダークグレーの帯を配したもので後に LGV 南東線開業時に営業運転を開始する TGV シュッドエストにも採用された走行距離50万キロメートルに及ぶ5227回の試験運転を実施し 175回目の試験運転で時速3 0 0トルの壁を突破した。1972年12月8日には、非電化車両として世界最高速度となる時速3 1 8トルを記録した。1973年、オイルショックによって原油価格が高騰、沈静化した後も石油を大量消費するガスタービン式は現実的ではないと考えられ。 計画は河川終電による電気式に転換された。計画は1978年6月19日に完了した。微 c ムに保存されている T001 号動力車、ありがとうございます。